はい、今回はですね、ラルカンシエルのデューンという曲、こちらをカバーした、ので、この演奏テクニックをご紹介したいと思います。まあ、この曲知ってる方、結構今はもう少ないんじゃないでしょうか。その、まあ、この曲は彼らのインディーズ時代に出したアルバムで、まあ、でも結構最近でもリニューアルされているみたいで、まあ、ライブ行った方、ファンなら、誰でも知っていると思います。まあ、その中の、まあ、代表的な曲の一つで、まあ、リクエスト、たまたまいただいたので、まあ、これを、やってみました。非常にオーソドックスなロック調のテイストナンバーで、これといってですね、実はそんなに、まあ難しいテクニックはないんですが、ただサビですね、コーラス、ここが非常に特徴的で、まあ普通の、スタンダードのロックなビートにも聞こえるんですけども、このスプラッシュを使った発で少し、もしくは、こうベースドラムですね、これでですね、少しこう特徴を生かした、感じのグルーヴになっています。こうエフェクトシンバルをですね、まあ使っている場面が少し、垣間見えるんですけども、演奏するポイントとしては、まあ、この速さに、慣れているかどうかっていうのと、まあ、気持ちいい、この速さで、気持ちいいサウンド、グルーヴが出せるかどうかと、まあ、先ほど言ったコーラスのパターンですよね。まあ、こんな感じです。といったパターンですよね。こう結構ですね、このベースドラムで、合わせるのが大変だと思うので、まあ、そこを気をつけて、やってみるのと、そうですね、まあ、このやはり、ハットのオープンクローズ、これが完全にオープンしきっているかどうかとか、なんだろう、完全にオープンでガンガン叩くっていうよりは、もう微妙なこの感じ、こうシズルがズーってなる感じですよね。シズリンって言うんですけども、まあ、この感じを、出したり、まあ、どれぐらいでこうクローズできるのか、完全にハットオープンをして叩くのかみたいな、このさじ加減、ここがですね、ポイントとなると思います。という感じで、まあ、ドラムオンリーの映像最後にあるので、そちらを見てテクニック、もし、こういう場面も知りたい、こういうところもどうやってるのか知りたいっていう方が、もしいらっしゃればですね、ぜひコメントなどでお知らせください。それでは、また次回お会いしましょう。